本当にさ今回ねいろいろとこツアー行けてね楽しいんですけど、うん、日本は広いよね。まだ盛岡帰ってくるときマイナス8度もさ、あマイナス 8？ うん、夜も寒くてすっごい道凍っててね、東京と日本広いね。世界もっと広いんだぜ。そうだぜ。よし、うちはもっと広い。さあ、うちはもっと広いんだ。そうそう、あれがあるが麻雀強いんだってな。今度朝日企画さ王者決定戦でさ大将でやってくれよ。ごめんなさい、意味ね、これはすごいです。次の本当にね日本も広くてすごいですが、杉並区の井上薫君、レディー4なしに、あレディー4なのにレディーが一人も出てないのですごい、これあげよう。YTJ 君、高崎一郎さんはレディー4で横に立ってる女たちこそがマックスだと信じて疑わないのです。刈り上げ4にしろ。運極の石川正和君、高崎一郎さんがプールに入ると水を全部吸収してしまうのですごい迷惑。これお風呂に入れるとでかくなる恐竜なんだね。あった恐竜ブヨブヨになる。3倍くらいだ。阿鼻子のご池高尾くん、高崎みんなやっぱみんな思ってんだよ。高崎一郎さんは胴体だけ別にトラックで搬入しているのですごい。ゆうかちゃんは1ヶ月ごとに綺麗な子になっているからホリプロはすごい。ゆうかちゃんお兄ちゃんみたいな人が好きなんだってね。あそうなんだ。お兄ちゃんすごいかっこいいんだって。でゆうかちゃんのお兄ちゃん結婚してね、うん、その私一人の時無口だったのに、うん、お嫁さんになって奥さんと話してる時ねすごくペラペラ喋って明るくて、うん、素敵だなと思って私のこういう結婚がしたいって。じゃあちょっとゆうかちゃんのお兄さんに会わなくちゃ研究しないと。どうすんの井川さんは。俺はるかちゃん一本で行きます。どっちなんだよ。函館の山崎雄大君、モーニング娘。のメンバーで結成されたミニモニの可愛さはすごい、これはフリです。うん、一方レディースポーのメンバーで結成されたシワモニの切なさ。シワモニ。シワ。でもあれだろうね。でもあの人たちさ、フランス料理をさ綺麗に食べそうだね。うん、きちんとね。綺麗に食べてさ。あと洗濯物とか畳むのも綺麗そう。でもあの結構大福も好きそうだよね。でもやっぱりゲップはゲップなんだ。どういうこと？意味全然わかんない。横浜のギョエテ松原君。豪州さんは日本のアンブレイカブル男なのですごい。アンブレイカブル、ブレイクしないだから。うまい。使えるなこれ。ミスターアンブレイカブル。うん。ね。アンブレイクだ。アンブレイク。アンブレイク男。幼い忍君、懐かしい。犬の尻尾は妙な感触を持っているのですごい。あれ振ってる時掴むとすごい勢いだよね。俺わかんない。掴んだことないもん。総社市の又山君、鶏は苦労して産んだ卵を人間に横取りされても2秒で忘れてしまうのですごい。偉いよ。金魚も3秒で忘れるんだってね。あ、そうなの。うん、よく知ってるな。加須市の黒川直則君、江守徹さんはお酒をたらふく飲むとマーライオンになるからすごい。すごいよなあいつら。パイロットやフライトアテンダントがマイレージを貯めることができたらおそらくすごい。大変だよこれパイロット。すごいよ。ね、世界中タダでいけちゃう。これあげましょうこれね。あ、世界中タダで行ってんの。お金もらって行ってんの。そうだよ、仕事なの。墨田区の匿名です。ペンネーム犬ビーム君、ルー大柴さんがテレビに映った日はパンダの食欲が落ちるのですよ。完璧的。落ちてしまった。すごいな。分析してもらう。これあげようよこれ。総理府統計局に分析してもらう。分かるな。なんか分かります。鶴ヶ島市のミリオンクラス長英君、僕の物理の先生は年末ジャンボ宝くじで当てた100万円を歌舞伎町でボックられたからすごい。そういうことを言ういいんですか先生。先生人間味があってよろしい、ね、茅ヶ崎の明石メアリー君、うちの学校の校長は朝礼のたびに誰よりも早く倒れるからすごい。おかげで朝礼が短くて済む。あいいね。そういう先生いるのかな。相模原の村上敦君、有川先生は丸2年近くジェットコースターに乗っていないのに体調が悪くなっているのですごい。お行こうぜ。レディースポーでは高崎一郎さんの出ているところが完全に別撮りなのです。嘘だよ。実はって書いてある。バカじゃねえの。じゃああれは CG 合成なの。松尾谷正孝さんは西部警察を見ると恐怖のあまり泣いてしまうのですごい。本当あまり車が壊れるから。ああそう。車好きだから。そんな。
ユニクロは松尾伴内さんが着るような服が一着も置かれていないのですごい。ああ、これあげよう。小樽ののりしもライス君。ラビーの奥さんはラビーが週12本のレギュラーを抱えているのに、あなた暇なんでしょと言ったからすごい。これあげましょうね。加須市の黒川七瀬君。うちの家の豆柴は、ヤクルトの若松監督と同じ動物プロダクションにいたからすごい。そんなわけない。取り上げた赤子が皆すくすく育つことから石川次郎さんはアラスカゴッドハンドと呼ばれていた。それまち隆は家に帰ると大和なでしこなのですごいが、村上弘明は家に帰るとオパイクオンザショートケーキなのでもっとすごい。そうじゃないの。関係ない。何がオパイク。有川さんは密かに夏の冠婚金に向けすでにトレーニングを始めているのですごい。これおパイクであげましょう。あげましょう。鶴ヶ島の高野智之君。フジテレビの牧原アナウンサーはええ女いい女をやっていたのにニュースが読めるからすごい。本当だよな。あれ嫌な番組だったよな。フジテレビの大橋真希さんは、うん、VTR に行く前にひどい唇の閉じ方をするのですごい。バーカーって。よくあげる。千歳市の柴田康盛君。加納姉妹は芸は身を助けないのを初めて証明した芸人なのですごい。辛口。辛口。芸は身を助けて。墨田区の宮沢大輔君。これ。武蔵丸は寺尾に突っ張られると普通の女の子に戻るんです。我が家の物置には夏木豊スーツが大量に眠っているのですごい。あの肩幅広くて、あこれ開けましょうこれ、ね、あのテレンとした生地。阿鼻子市の五池貴男君。水野晴郎ちゃんは夢を叶えてあんな風になったのですごい。深すぎてそこが見えません。箱根の YTJ 君。藤岡弘は緑色のセーターを着て鏡の前に立つと俺ってメグライアンみたいだなと思っちゃうのですごい。思わないよ。山下真司は中華まんを一気に食べ尽くした後、今の中身は何なの、何者だったのと周囲に聞きまくり、しまいに何でもいいやうまいからで終わるからすごい。そんな感じするな。本郷幸次郎さんは眉間のシワで真剣白羽取りができるが、どう見ても刺さっているようにしか見えないのですごい。YTJ 君です。加納龍はモーニング娘。を見るたび、なぜあそこに僕がいないんだろうと思うのですすごい。小倉一郎はジャグジー風呂に入ると全身打撲になっちゃうのですごくない。そんな弱くないよ。トム・ジョーンズの家にあるたくさんのフルタイヤの全てにすごい歯型がついてる。怖い。鳥羽一郎がオカリナを吹くと漁船に乗って海から山川豊がやってくるのですごい。これあげよう。これ兄弟だから。総社市の又右衛門くん。兄弟でもできることができないことが。前田ビバリさんの鼻の下にサロメチールを塗っても前田ビビバリですとちょっとしか間違えないのですごい。そんなこと言わない。これあげようよこれ。野口五郎さんは挙式をするときに教会で式を挙げるのは教会といった程度のダジャレをきっと言っているはずなのですごい。ひでー。ユニバーサルスタジオジャパンはアトラクションの名前が地元に密着しているのですごい。ゴッツジェラシックパークやわれ。なんでジョーズやねんボケ。言わない。ターミネーターとちゃんかいカスなど。あげよう。これ言ってきたけどね、俺。うん、面白かった。面白かった。仕事で行ったの？そう。これぜひアリカに乗せたいのがいっぱいあったね。バックトゥザフューチャーライドとか。ああ、面白い。ET も。あ、バックトゥザフューチャー、ET。あ、ET は俺行かなかったんだ。あの、バックドラフト。あ、いいね。本当に出るやつ。それとあと、ターミネーターのね。あ、ターミネーター。すごかった、ターミネーター。面白い。あれ面白いね。面白い。今度、うちの家族だけ行くんですよ。はい。僕は旅行行ってる間にね。あ、僕はツアー行ってる間に。仕事だからな。札幌の菱大輔君。氷川きよしの3枚目のシングルのタイトルは、うん、ケツを蹴られたケントデリカットだからすごい。そんなわけない。レディース着てんだよね、ジャケット。ちっちゃいの、細いんで、細くて背は高いんだけど、うん、千歳市の柴田康盛君。またそういうのがおばあ様が、うん、そう、素敵。私のも着てみたいな。私の若い頃にあげるって感じ。ハローちゃんはあだ名が技のデパート歌舞伎町支店なのですごい。そんなこと。ハローちゃんはハルちゃんと呼ばれたいため旅館の中井さんの格好をしたのですごい。そんなことないだ。高島平のマックでは井川遥ちゃんが胸のビキニにビッグマックを入れて持ってきてくれるという風の噂を聞いた村上弘明が3日も野宿したからすごい。
そんなわけか。文京区の石川正和君、レディースポーのスタッフは全員携帯上路を持っているからすごい。まあか。まあ、聞かなきゃこれ。まあ、まあ、あのスタジオが加湿器だらけだった。今度名前変わるらしいよ。なんで？レディースサバックってなる。やめなさい。木本涼さんは何が起こってもいいようにピンクレディーの衣装を忍ばせているからすごい。何それ。木村直子さん宅の玄関には固められたバート・レイノルズの胸毛が転がっているからすごい。もうさあ来週です。来週は栃木県黒磯市のループシュート君が考えてくれた、うん、意味ね、これは尺だったというのはどうでしょう。おいいね、こないだかけたからね。いいね。清六さんに首をかしげてねえと言っても逃げ出さなくなって尺だった。妻に送られて反省の意味で座薬を入れても何も反応がなくて尺だった。意味ね、これは尺だった。これお待ちしてます。